タロイモは、サトイモ科の植物のうち、根茎を食用とするために栽培されている栽培種の総称。タロイモは、世界各地の温暖な地域で根菜として、利用されている。熱帯アジアやオセアニア島所域、アフリカの熱帯ウリン地帯ではさらに多くの種や、その品種群が多く栽培されており、これを主食としている民族や、地域も多い。 は作だけでなく水田耕作でも栽培されている。また、若葉は要裁として利用される。近年では、セリベスの名でスラウェシと原産物が比較的市場に出回るようになっている。キプロスにはコロカシと呼ばれるタロイモがある。ポリネシアではタロイモから作るポイというペースト状の食品が主食とされていた。また、ハワイではタロはカラオと呼ばれて、 伝統料理に豚肉をカロの若葉で包んで蒸し焼きにするラウラウという料理があり、もともとハワイ先住民の神話では、祖先のハーロアの死産した兄弟からタロイモができたとされて大切にされてきた。古代マレー地方が原産と考えられている。里芋、エビ芋、エグイモ、カラノイモタケノコイモ、ダイモモタロイモの一種であり、里芋は タロイモのうち最も北方で栽培されている品種群である。2011年における国別の生産量は以下の通りである。地理統計用欄2014年版 ISBN 978から4から 817603821P58 ありがとうございます。